ろしくお願いします。くかわいい、お、ありがとうございます。おろしたんだけど、もう本当にショールームのためにおろしたから、どこにもこれで出かけてない。今日はね、お仕事がなくなったのでどっか行こうかなって思ったんですけど、雨でね、どこにも行かなかったです。今日ずっと雨降ってる、朝から。広島は全国的なのかな、もう朝から今もなんですけど、夜までずっと雨です。東京も雨なんだ。そうなのか。明日歌舞伎町のあのなんだっけな、正式名称歌舞伎揚げ歌舞伎なんだっけ、フェスの名前、歌舞伎揚げ、なんかね英語だったんですよ。ちょっと英語わかんないや。歌舞伎揚げなんか UGA、アップゲートだアップゲートか、なんて読むんだろうってずっと思ってたんですよ。アップゲートに瀬戸内 PR 舞台で出演させていただきます。そうだ、ついさっき告知しようと思ってステージの名前見たんだけど、私ちょっと横文字に弱すぎて、ちょっとあの歌舞伎タワー、歌舞伎町のあの新しくできたやつ、話題のすごいね、なんかニュースとかになってたから、なんかね、そこが近いって聞いてちょっと楽しみね、今話題の、よろしくお願いします。瀬戸内 PR 舞台で出演させていただきます。瀬戸内 PR 舞台がね、いまだに活動できるっていうびっくりもう湿気で終わってる。頑張ってね、頑張る。通称歌舞伎揚げっていうらしいね。ね、ハッシュタグ歌舞伎揚げで、私めっちゃ歌舞伎揚げが好きだから、お菓子の中でちょっと明日歌舞伎揚げ食べながら行こうかなって考えてる。本当に好き見てください、コンビニで昨日見つけたんですよ、 STU のパッケージのアイスボックス。皆さん買ってますか？昨日渋谷でイベントやってたんですけど、私なんか今東京駅で、あ、全然開かない、東京駅で森永のね、アイスボックスと今 STU がコラボしてて、あのお菓子ストリートでそのコラボ商品が買えるんですけど、あ、めっちゃいい匂いなんだけど、すごいね、行ってくださってる方多くてね、私も昨日東京駅行ったんだけど、ちょっとあまりにも人が多くてもう写真も撮れなくてちょっと断念しました。また8月までやってるんで、それまでには行こうって思ってるんですけど、めっちゃいい匂いなんだけど、伝わるかな、ちょっと画面越しじゃ伝わらないか。
うまっ。今日の飲み物を注いで配信のお供にしたいと思います。まあ飲み物は何でも合うんですけど、今私が入れてるのは今日の晩ご飯がマックだったので、マックの容器に入ってるジュースをこっちに移し替えましたちょっとね、なんか気まずいからちょっと移さんとくけど、はい、なんでしょう、ジュースなんですけど、正解はクーですアスプライト、アスプライト迷ったんですよ。アイスボックスに合わせるんだったらスプライトか、でもちょっと炭酸の気分じゃ今日はなかったんで、クーの飲み物です。久しぶりに飲みました。絶対合うじゃん、合うくないですか。本当はこっちからちょっと気まずいんだけど、ちょっとね、あいにく家にねちょっとお茶しかなかったんでね、なんかジュース買うかって思って夕飯をマックにしました。いただきます。なんかアイスボックスのおかげで風味がアップしてる。ストロー欲しいんだけどね、紙ストローしかなくてね、紙ストローあんま好きじゃないんだよな。直飲みしようか。夏にぴったりなんで、皆さんぜひ飲んでみてください。アイスボックス、今日はこれをお供に。耐熱容器、耐熱じゃない、何、保冷容器一応入れとこう、溶けないように。この間写真集の、まあ、昨日とこの間写真集のイベントあったんで、お渡し会がね終わったんですけど、まあね、イベントが終わったのでまた次のショールームの時に写真集を一緒に見ながら解説する配信をしようかなって思います。まあ、配信にしようか YouTube 撮ろうかちょっと迷ったんですけど、なんでね、ちょっと皆さんご用意して一緒に見ましょう。YouTube 更新ありがとうございます。そう、YouTube 今日更新した。あ、でももうその話しちゃった。今気づいた。見てねめっちゃ私も忘れてた。よろしゅうよろしゅう。こんばんはこんばんは。今日なんかイベントあったんだね、 STU と高嶺のなでしこさんの。
私高嶺のなでしこさんめっちゃ好きで、イベントなるって聞いた時に STU と高嶺子さんがめっちゃ出たいと思って、私高嶺のなでしこさんすごい好きなんですよって言ったんやけど、チャートリだった。まあでもそうよね、そうよねって言ったらあれだけど、チャートリはね、可愛いからね。チュ可愛くてごめん。STU の TikTok 見てたら踊ってた。生まれてきちゃってごめん。チュあざとくてごめん。女子力高くてごめん。誰が好きなの？松本大野さんです。本当に可愛いし、でも曲も好きなんですよ。結構 MV とか見たりしてる。アンチファンとか、あと女の子は強いとか、いろいろ見てますだからちょっと今日いいなって思って。広島に来てくれてたんだ。私も踊りたかった。可愛くてごめん私が私のことを愛して何が悪いの、シートでしょうか。明日はフェスだけど、あの3期のお披露目イベントもありますよ。見に行きたかったんだけどね、ちょっと私は見に行けないみたいなんですよ。残念。残念だ。仕事、フェスに出るんですよ明日。そうだから行けないんだけど、ね、見れる方は DMM でぜひ見てください。楽しみ。2期の時は行けたんだけどね。残念だ。ちょっと飲みにくい。こんばんは。こんばんは。やばい、お腹鳴るんだけど。消化中。さっきご飯食べたからかな。消化してます。大移動。3期の名前覚えた。名前は覚えたけど、まだそんなね、関わる機会がまだないんだ。まあでも福山で STU 祭があるんですけど、その時に喋る機会があるかなって思ってる。まだね。ソラハみたいなグイグイ系おらんかな。
いるのかな。私的にグイグイ系というか、すごい人見知りというものの日の字もないなって思うのはノアピだけどね。ノアピはもう誰にでも話しかけに行くから、これはすごい肝が据わってる。なかなかいないよね。あ、もうなくなっちゃったかも、飲み物が。吸われちゃった。うん、まっ、うん、シャリシャリになってます。冷たい、美味しい。うん、3期生ね。これからか。結局配信では写真集売らないの。なんかやる予定なんだけどね、そんなすぐじゃないかも、もしかしたら。やりたいなとは思ってるんだけど、でも Amazon とかももうちょっとしたら重版の分が入るっぽい。今はちょっとなんかアマゾン、なんだろう、なんかアマゾンの仕組み的に、なんて言うんだろう、アマゾンにある本屋さんが出してるみたいな感じらしいんだけど、なんかもうすぐ入るって言ってた。そう、まだね、ちょっとどういう感じになるのか。楽しみにしていてくださいませ。ませ、って感じかな。写真集陽気。ありがとうございます。楽しみですね。フォローしました。お、ありがとうございます。まあでも早めにね、ショールームでも販売できるようにね、してもらいたいなとは思ってます、今のところ。明日で連休終わるね。
もうゴールデンウィークは終わってるんだっけか。土日休みなのかな。お疲れ様です。ゴールデンウィーク楽しめましたか。全部休みだったって人とかもやっぱいるのかな。すごい充実してそう、羨ましい。私はあんまり休みがなかったけど、今日思わぬ休みができてちょっと休みました。でもやっぱなんか休んだらなんかオフのモードになってしまうから、すごいやる気が出なくて、その日一日はちょっとね、今日メイクするのも結構億劫だったんですけどなんとかちょっとショールームの時だけはメイクしようと思って、無事に眉毛とリップは塗りました。なんかね、肌が拒んでました配信でもよかったね。すっぴんではね、配信しないようにしようって最近考えてるそうなんですよ。いつもと髪型違う。嘘。いつもこれよ違うかな。めっちゃ美味しいんだけどこれ。タワーありがとうございます。誰だ。なんかね、最近ギフトの欄あんま見てなくて気づかないんだよね、ごめんね分かんないや。あ、ギフトの欄を見ればいいのか。うん、最近ショールームね、ほんとゼロみたいな初心者みたいなありがとう、タワーローケーティさん、ありがとうございます。そう、ショールームね、あんま今月はやらないかも。ちょっとタワーのお礼しようかな。だからちょっと初心者みたいになって、配信歴3日目みたいな。タワーありがとうございます。ローケーティさん、タワーありがとうございます。この間のお話し会もありがとうございました。写真集のイベントも。ショールームあんま理由あったりするの。あるよ、ショールームやってない理由。
ありますあります。ショールームやってない理由はなんか喋ることがないから無言になるのが嫌だから、ネタがたまるまで待ってます。そう、1時間も話すことがないって思ってネタを貯めてる途中です。そう、私あんまりなんか昔は結構何でもかんでも配信するんしてたんだけど、なんか個人的な考え方、別にこれを人に押し付けるとかそういうのじゃないんだけど、私はあんまりなんかダラダラするのなんかあんま好きくないっていうかね、長い間見るのも大変じゃないですか。だからなんか話がまとまってる時にして、そういう時にやりたいなって思ってやってます。そういう感じ。まあでもちょっとゲリラは申し訳ないと思ってますゲリラ配信はねちょっとさすがにひどいなって、うん、今日はちょっとごめんって思った、すまないって。なるべくね、なるべくメールとかで今日やるよとか言おうって思ってます。予告なるべく明日はしない、うん、しない予告、明日はやりません。明日ねイベント終わりだからやりたいなって思ったんだけどちょっと無理だなって思って、明日はないけど次の配信の時は写真集見る配信にしたいかも、かもかも。しない予告、そう、なんかずっとねね、ちょっと12時まで待たせてもちょっと申し訳ないのでね、明日はしないです。うん、 YouTube 見てください寂しくなったら。寂しくなったら YouTube をご覧くださいませ。そんな感じですかね、最近の配信事情。何が心境の変化、心境の変化、うん、ここ1年ぐらい自分的にはそんな感じ。1、2年、うん、2年は違うか。最初はね結構毎日とか言ってたけど、最近はねそんな感じです。うん、でも言うて私4日ぶりなんですよ4日前って遅いですかね、結構自分的には
自分的には配信 しすぎな方だと思ったんですけどちょっと寂しがらせちゃってるかな、ごめんね、ごめんねじゃなくてごめんぬってところがポイントです、ごめんぬ、ね、また4日後とかに会いましょう。まあそんな4日後とかじゃないかもしれないけど、ということでじゃあ男女読もうかな、そろそろ今日はね本当にゲリラで申し訳ない。13位から読みます。13位じゅんちゃん、12位セリアさん、11位カズノリさん、10位スギアンさん、9位阿部寛さん、8位シロクマさん、7位ペルさん、6位テリーピーさん、5位バンボシさん、4位キョウイさんでした。13位から今までの皆さんありがとうございました。そして3位コバチャさん、2位ジェリーさん、1位がローケーティさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。そしてローケーティさんタワーもありがとうございました。お城のタワーすごい金色のタワーとかあるんだねこの背景はもうお別れなのかな、これってゴールデンウィーク専用だった気がする。ありがとうございました。皆さん良きゴールデンウィークを過ごせたでしょうか。うん、またね明日まで休みだけど、明日は歌舞伎町で、歌舞伎町ですっていうのやって、なんかちょっと不思議な不思議なね、なんか文面すぎるお会いしましょう、待ってます、おやすみなさい。